続クリスマスソングで。続クリスマスソングです、はい、僕もいくつか用意しておきましたので、ありがとうございます。よろしくお願いします。うわ、すげえ。総裁毎週お届けで追加するリスナーのおすすめ曲や思い出の曲を聴いていただく番組です。男性 MC 菅さん、女性 MC 田中さん、司会さんも気軽にリクエストしてください。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。よろしくお願いします。そして今日のお題は続クリスマスソング。よし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 、大吉さん、ありがとうございます。ありがとうございます。よっしゃー。あ、てか、今日さっきコメントしました。コメントですか。うちのアメージングコナミ。あ、いえ、ちょっと今日はだいぶ僕バタバタしてたので余裕が全くなかったです。キャンさんがそうしてる間にコメントを送った人が増えたのか。あと、ワイガです。ワイシ。時刻は10時を回りました。ちょっとストリームのお時間です。お相手はユニット K のカント、タッキーと、ミキサーのキャンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日のお題大丈夫ですか。今日のお題は、先週に引き続きクリスマスソング、クリスマスにまつわる曲、はい、第2弾、はい、第2弾ですね、はい、第2弾ということで、皆様のからのですねリクエストをお待ちしております。ですね、この放送はサイマル放送もやってます。リスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページにも再生ボタンがあります。ユーストリーム画面のですね下の方にサイマルラジオというボタンがありますのでですね、そちらの方からでいいんですかね、はい、全国のラジオ局から九州沖縄をクリック、FM ギノワンを選んで聞いてください。スマホでお聞きの場合は無料アプリリッスンラジオで聞いてください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリック FM ギノワンを選曲してください。そうするとですね、なんていうんですか、ラジオで聞いていただいているのと同じ放送を、パソコンやスマホでもお楽しみいただけますのでよろしくお願いいたします。それからラジオをお聞きの皆様には、数字で797アットマーク fmginowan.com、 数字で797アットマーク fmginowan.com、 こちらの方までメッセージをいただけるとですね、リクエストメッセージいただけると嬉しいです。はい、もう一度申し上げます。今日のお題はクリスマスソング、クリスマスにまつわる曲第2弾です。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、それではですね、今週のミュージックバー F のライブ情報をお届けします。本日火曜日、春風ライブオープン21時、ライブスタート21時30分、ライブチャージ500円です。オープンが21時でライブスタート21時30分ですので、もうライブ始まってますね。始まってますね。ちょうどですね、ワンステージ目がもうそろそろ終わるかなという頃だと思います。今からでもですね、少し休憩挟みますのでね、2ステージ目まで、まだ間に合います。まだ間に合いますので、はい、ぜひぜひお越しくださいませ。そして、今週木曜日、比嘉義博木曜定期ライブ、オープン21時、ライブスタート21時30分、こちらもライブチャージ500円となっております。そして金曜日はローリーライブ、オープン21時、ライブスタート21時30分、ライブチャージこちらは2000円になっております。そして今週土曜日、ユニット系ライブ、ね、定例の、はい、今週末ライブらしいですよ。そうなんですね、ええ、知らなかった、はい、まさか今週末とは思いませんでした。僕も聞いてないし、まあ、今週末ね、ユニット系ライブ、こちらも、オープン21時、ライブスタート21時30分、ライブチャージ500円となっております。以上、今週のミュージックバー F のライブ情報でした。
ちょっとストリーム。この番組はアメク訪問介護センター、大阪京橋スナックラウンジファックルベリー以上のスポンサーの提供でお送りいたします。はい、じゃあ先にツイキャスの方から拾っていきましょう。あ、はい、ちょっと時間作ってから了解です。もう一回探してみます。はい、はい、ありがとうございます。ペッパーで僕の夢からコンティニューコイン、そして、職人さん、高竹さん、高竹さん、そして総裁さん、こんばんは。こんばんは。で、総裁からキャスコキャです。こんばんは。バッテリー友人、マサヤさん、笠竹さん、高竹さん、こんばんは。こんばんは。マサヤさんも先ほどもありがとうございました。ありがとうございました。あ、大吉さんが、大吉さんがブルガリさんになってる。はい、拍手。野中の銀の蛍さん、笠竹さん、キャンディーさん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。総裁、毎週リスナーさんからリクエストをいただいた方から1名の方に番組スポンサーからステッカープレゼントをいただきました。あー、また言うの忘れてるようだし。ね、これですよ、これ。なんでだろうね。楽しみにしてるの、慌ててるのなぜだろう。ミスはバンデルスのコンフォームフォークリスマスをリクエストします。知ってる大人の R&B で、彼女も一頃です。エルスクレシーのブルークリスマスをリクエストお願いします。どんなでしょう。今のところまだ一つも見つかってないです。皆さんの準備してるやつは、それもちょっと時間が、まあ、ちょっと待ってくださいビーズのハピネスを。はい、あれ入れたはずなんだけど。あマジか。はい、バンドエンド、あ、ま、流しましたっけ。バンドエンドまだですよね。まだです。じゃあバンドエンド、Do You Know Day It's Christmas。 はい、ちょっとストリームお送りしております。この番組はですね、毎週リスナーさんから、テーマにまつわるリクエストを募集しましてかけさせていただき、そして最後にそのリスナーさんのリクエストの中から、リクエスト賞というのをですね1名様選ばせていただいて、何かが届く何かが届く。何だろう、気になってんだけど。そうなんです、何かが届くんです。ちなみにですね、リクエスト賞に選ばれた方はですね、必ず FM ギノワンの方にですね、住所、氏名、年齢、職業、電話番号、スリーサイズね、そんなにいっぱいいらないけどね。あの住所とお名前と、電話番号ですね。で、まあ、もしですね、あのでもあれですもんね、なんかあのお名前今ちゃんとしてないと届かないらしいですね。あ、そうなんだ。うん、なんかそうらしいです。ニックネームじゃダメ。いや、一回やってみる価値はあると思うんですけどね。うん、なので、もしですね、あの、まあ、どうしてもお名前恥ずかしいという方はですね、ラジオネームの方でも構いませんと思います、私はね。うん、あの送ってみなきゃわからないので、うんうん、ですです、FM ギノワの方まで、送っていただくとですね、番組の方から、はい、総裁がね、はい、リスナー賞のに選ばれた方に頭を悩ませて、うん、そうこれだと思うものをね送ってくれますので、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします。楽しみねえ。そしてですね、この住所とか、お名前送っていただく宛先はですね、数字で797@fmginowan.com、@以下 fmginowan.com、 これはすべて小文字でお願いします。数字で797@fmginowan.com、 こちらの方までですね、あのよろ、まあ、番組宛ての方が分かりやすいんですかね、うん、アメージング小座、ね、リスナー賞、もしもし、はい、あ、ごめんなさい、ちょっとストリーム、はい、す
すいません、大きな間違いだな。大きな間違いです今ね、うん、大変失礼いたしました、はい。ちょっとストリーム、リスナー賞、はい、リスナー賞じゃなくてリクエスト賞、ね、リクエスト賞、はい、だいぶ間違ってますね。動揺してますね私、マイクも動揺してますね、マイクが1回転するとありえない。もしもし、はい、もう一回言いましょうね。ちょっとストリーム、はい、リクエスト賞もう係勝手に作ります。リクエスト賞係まで送っていただきますと、はい、必ずですねリクエスト賞届きますのでよろしくお願いいたします。そして今夜もたくさんリクエストが入ってきておりますが、さあ、ザキャンさんどんなでしょうね。はい、熊本バッテン龍神マサヤさんのまず、はい、エルビス・プレスリーのブルース・クリスマスが今ダウンロード終わったようです。あ、終わりましたか。はい、はい、ではですねまず1曲目、熊本バッテン龍神マサヤさんからのリクエスト、エルビス・プレスリーのブルークリスマス、お聴きください。プレスリーやこれ2分しかないんで。え2分しかないので。そうなの。どうだろう、見つかる。エルビス・プレスリーが来るまで戦争の誕生とストリームの忘年会の風景をご覧くださいませ。ラジオ聞きながら見れます。忘年会の風景がさらされている カムフォークリスマスなんですけど、シュプリームさんの、はい、ルーサー・バンドロスさんバージョンはちょっとないですね。他の方だったら結構あるんですけど。ああ、そうなんですね、はい、ということで、それでもよろしければ。はい、シュプリームさんそういう形でもよろしいですか。ルーサー・バンドロスさんのバージョンがちょっとないみたいで、それ、その方以外、カムフォークリスマスはあるみたいですが、よろしいでしょうか。浮気してちょい見しちゃいました。ハンさん、ケロケディーに客員ですからって。当たりです。プラッターズ。プラッターズ、ザ・プラッターズ。あ、プラッターズいいですよ。え、なかなか。カンフォー、フォー、クリスマスあります。さっきおすすめというので。あ、どれでも構いませんよということで、シュークリームさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。でもプラダーズもいいですよね、うん、はい、あと15秒で曲が終わります。はい、はい、15秒。熊本バッテン龍神雅也さんからのリクエスト、エルビス・プレスリーのブルークリスマスをお聞きいただきました。はい、続いてですね、シュプリームさんからリクエストをいただきました、カムホームフォークリスマス、ルーサーバンドロスバージョンということでいただいたんですけれども、プラターズ、そう、ザ・プラターズの方の、バージョンしかなかったものですから、こちらでお聞きいただきたいと思います。もう少々ダウンロードにお時間ください。シュプリームさんね、こちらのルーサー・バンドロスのカムホームフォークリスマスのリクエスト、なぜか、はい、ね、しっとり大人の R&B で彼女もイチコロですということでいただいたんですけどね、はい、そのバージョンないと、ね、なんてことだ。彼氏はイチコロなんのかな。いや、それはそうです、彼氏でもいい。あ、どうでしょうね。どうだろう、ね、シュプリームさんどうでしょうね。ね、どんな、そうですよね、うん、彼女がイチコロっていうのがよくありますね。彼氏がイチコロっていう曲って一体どんな曲なんでしょうね。はい、はい、ダウンロードが完了しました。はい、ではザ・プラターズバンドのバージョンで、お聴きください。最初の最後で変なやつが
枠外から出てきます。右、どうしようかな。あ、D、少し出遅れました。いやいやいや。相当出遅れてるよ。また厳しいね。D に厳しいね。だって20分だもん。あ、え、もう？そうだよ。違いますよ。まだ13分52秒ですよ。あ、そうか。そうですそうです。危ない。やる気あんのか怒られてるし。いや、そのってちょっと仕事で早速怒られる。でもね、この間のちょっとストリング忘年会、うん、めっちゃ楽しかったっすね。楽しかったですね。盛り上がりましたね。本当になかなかね、みんなね、サンタクロースになってましたからね。ね、でその中で一つ感想、はい、やっぱり D は年齢詐称だった。相変わらず違うよね。うん、うん、東京を超えてきたかもしれない。だいぶね、うん、だいぶね、何回か超えてると思うんですよ。カラオケ行かないじゃないですか。あ、メール送りました。了解、確認しましょう。だから D のここ、あ、だから D の心電図は死亡しとく。とりあえず、後でゆっくり視聴させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。あと20秒です。あ、はい、次何かありますか。今ないです、ね、あの僕が持ってきたのはあるんですけど、ね、ちょっと取っておきたいですね。まだリクエストは少ないので了解です。お水が捨てます。はい、プラタズ、はい、ね、のバージョンで、Come Home for Christmas、うん、お送りいたしました、はい、あのこの時代って、はい、あのグループサウンドっていうかね、あのプラターズとかライチャーズブラザーズとかなんかいっぱいね、いいグループがいっぱいいたんだよね、みんな素敵でね、はあ、この時代っていつ頃ね。60年代かな、はい、60、70のあたりだと思う。ええええ、そんな時代、うん、そんな時代っていうのもおかしいですけどね。どんな時代？60年代、70年代、まあ、あの生まれてない時代ね。 そうですね、70年代後半ですからね、僕なんかね、はい、ええでキャサなんかあの影も形もない。そうですね、うん、あ、僕の母が生まれた年代ですかね、60年代といったら。あ、うん、なのになんで D はそこを超えていくわけ。だから時を超えているですね、うん、年齢詐称、うん、そう、あのね、ちょっとですね、今パソコンの方が追いついてないんでリクエストしたのになと思っている方々申し訳ございません、ちょっと時間稼ぎになってますけど、はい、こちらで一つお知らせがあります、はい、ラスキチさんより、はい、リクエストがありました。フランクシナトラ見つかりましたので、はい、ありました、はい、こちらを、メールの方をまずお読みいただければと思います、はい、了解しました。ついに見つかったらしいですよ、あれちょっと待ってくださいよ。2通目ですかね、上から、上から2通目、私から見て上から2通目、どれかこれか違いますね。あ、か違ってますか。あのね、多分新しいのが入ってないんじゃないかなっていう感じでございます。はい、ちょっと確認しますね。はい、すいませんね、こういうことがあるわけですよ、生放送。大丈夫ですか。いや、それこそほらこの間の忘年会の話をしようとしたら僕何言おうとしてたんでしたっけ。 D の話でしたっけ、うん、あ、そうですよ、 D と話をしてたんですよ、うん、で D これどれぐらいのあれなのって言ったら、うちの親ぐらいですかねとかって言って、でも絶対親じゃないんですよ、おじいちゃんなんですよね、あれね。年代絶対違うと思うけど。早田勝彦だったかな。早田勝彦さんとかね、あのがっつり歌いますからね、あの人 ね、本当にびっくりでございました。さあ、
やっとちょっとメールが見れましたんで読ませていただきたいと思います。カンさん、タッキーさん、キャンディーさん、こんばんは。こんばんは。今日は私が住んでいる県は雪が降りました。お、なんだかんだ暖冬とか言われる年も12月に入ると、帳尻を合わせるように寒くなるので、やっぱり自然ってすごいなと感じます。本当ですね、うん。そして、2週連続のクリスマスソング特集、今日はセリーヌ・ディオンの、So This Is Christmas かフランク・シナトラの、クリスマスソングスのどちらかでお願いします。どちらも好きで決めきれなかったので、どちらか選んでかけていただけるとありがたいです。たくさんのリクエストが毎週来てる中、人任せでリクエストする迷惑なリスナーをお許しくださいって。いやいやいや、とんでもございません。あのリクエストありがとうございます。ありがとうございます。それでは今日も楽しくラストまで聞かせていただきます。ということで、ラスキチさんより、リクエストいただきました、So This Is Christmas か、クリスマスソングスということで、リクエストいただきましたけれども、こちらなんですけど、はい、タイトルが、The Christmas Song みたいですね。フランク・シナトラさん。あ、そうなんですね。それでちょっと見つかるのに時間かかりました。はい、はい。では今日はフランク・シナトラさんの、The Christmas Song、 こちらをお送りしたいと思います。これは3分半あります。あ、フランク・シナトラ D の世界。うん、まあそうだね。どうしよう。あとメールがもう1通。はい、ギノホタルさん、ギノホタルさんからの、はい、メールで、浜田翔、悲しみは雪のように、こちらも準備できております。あ、ありがとうございます。これがそうですね。あ、一番前なんですね。ありがとうございます。それです。それ進んでますね。あ、千山さん、こんばんは。千山さん、こんばんは。先ほど、こんばんみ。あ、こんにちは。ありがとうございます。美味しくいただいています。銀のお父さん、第1回目の当選者ですからね。あ、そういうもんなんだね、はい、いただいておりますぐらい、はい、だと思います、はい、D ウィキペディア大正15年生まれ、元 F42 っていう方、今は北朝鮮に移住あ、ありがとうございます、よかったですと、ね、D の持ち物か、僕の持ち物か、ロスプリモスロスプリモス、本当に持ち物だよ、その人ね。ね、それもあのこう真面目に歌うっていう。完璧ですよ、うん、はい、あ、完璧と言ったらね、はい、ユミは完璧、完璧、うん、あの揺れるところまで完璧です。そうそうそう、よくよく D の歌を聴いたら、ね、すごいんですよ、本当に。あ、そういう完コピーしてる、完コピーなんだ。野中の井上さん、キャンディさんの好きそうな曲のリクエスト、キュートさんの会いたいロンリークリスマスをよろしく。すいません、ありませんでした探したんですけどね。銀の太さん、会いたいロンリークリスマスなかったみたいです。忘年会動画見たにゃリクエスト、お母さんのまた12月のソング最後に出てきた謎の男性にゃこれはもう出ていただくしかないですね。そうそう、ね、生歌でもね、うん、ね、まあこれちょっと今日びっくりですね。12月のソング最高でしたね。過去最高、うん、 D の完璧なマストレミ忘年会バージョン出た。あと30秒あります。はい、次用意してるの、銀の浜田翔、そうですね、トロンボーンさんからの、はい、はい、了解です。浜田翔のコメント見ましょうね。はい、あ、一旦 CM 行きましょうか。一旦 CM 行きますね。はい、そのまま行きましょう。そのままで CM お願いします。この忘年会バージョンすごいですよ。ん、 D、 あ、僕ね、マスオやる忘年会バージョン、うん、2回ぐらい見たんですけど、うん、カウントされてなかったんですよね。あ、そうなの、うん、あれと思って、まあでもいいやと思って
でもいいやってなんだそれ。すごいですよね、みんなこれでトイレ行ってたんですからね。ね、あのまんまね、うん、でもみんなやってて特に D は D、D 特に D はって言うけど D は女物だったでしょ。そう、スカートでしたよね。そう、見合ってた。これでいいのか D みたいな、うん、ね、そんなこともありますよ。ただあのその画面があったじゃないですか、うん、画面見てると D 本当に女の子に見えたんですよ。これに、これかぶってるでしょ。僕目悪いから本当に女の子に見えるのって。やばい、ね、D は今今週の面白いコメント考えております。ずっと D の話だからね。出てきづらい感じ。頼みますよ、今週のやつ。ロスプリモスのなんかクリスマスソング。ロスプリモスのクリスマスソングはないよ。なんか湿った感じになるわ。そんなことないですかね。ツイキャスの名前長いから私のネームもにくるめて銀トロでいいよ。ありがとうございます。皆さんね、こうやって考えていただいて本当にありがとうございます。僕は何でしょう、期待をいただけます。あと5秒ですね。ちょっとストリームお送りしております。何笑ってるんですか。いや、この番組はですね、はい、毎週テーマに沿ってリスナーさんから、はい、そうですね、なんだっけ、リクエストを募集して、はい、ね、かけていくという、お届けするという、はい、番組でございます。 そうですね、そしてその中からですね、はい、リクエストショー、はい、というのをお一人選ばせていただきまして、何かが届く、素敵な何かが届く、美味しくいただきましたっていうコメントもいただきました。はい、今日ね、はい、いただきましたね、はい、何が届くかは僕たちも知りません。はい、知りません。何か届きますのでね、ぜひぜひお楽しみに、リクエスト頑張ってリクエストいただきたいと、ね、はい、お願いしたいと思っております。ですです。さあさあ、後半1曲目はですね、ちょっとメッセージいただいておりますので、そちらから読ませていただきたいと思います。こんばんは、カンさん、ターキーさん、ミキさんのキャンさん、こんばんは。こんばんは。ちょっとストリームネーム、今日もおかしな銀のトロンボーンです。お三人さん、土曜日の忘年会ではではあまり話すことができなくて残念でした。また機会があればお話できるといいですね。あ、そうですね、そうですよね、ぜひぜひ、ね、そうですね、あんなに長い時間一緒にいたのに喋ってないという、ね、なんかこの距離がね、うん、すごい遠かったですね。あの 何人かしかいなかったんですけどね、はい、今宵のリクエストテーマがクリスマス、悲しみは雪のように浜田翔吾よろしくということでいただきました、うん、今日もおかしな銀のトロンボーンさんからのリクエスト、悲しみは雪のようにお送りしたいと思います。次が来てないですね。ですな、リトロさんには可愛いお姉ちゃんを送りましたから今ご賞味いただいているはずです。いや、そっちか。あ、大吉さんが、あ、しょうがいいにゃ、あ、そうか、大吉さんからのリクエスト、あの生歌12月のラブソングウィズ最後に出てきた謎の男性。コラボですからね、これ、そっか、北島さんとロンクリスマスで、
はい、白い恋人たち検索してもらってもいいですか。白い恋人たち、はい、は入ってます。先週入れてたので。あ、はい、で、あと、はい、今ちょうど、総裁から来たので、はい、これも探しておきましょう。あ、はい、お願いします。あ、聞きました。首だよ。来週に直さないといけないんですよ。冬が始まるよもすぐ準備できます。すぐ行きますよ。はい、ありがとうございます。続いてですね、津軽海峡冬でした。Dからまだリクエスト来てないんですか。そうですね、今ちょっと悩んでるかだいぶね。金太郎さんってラジオネームが美味しそうになってますか。そう、ワンダーにくれるかも。ちょっと素敵な方です。僕の方で流せる曲も2曲用意してます。すいません、ビーのコメントで最近。いや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 、何を言ってるんですか。10年以上前じゃないですか。だよね。やっぱりずれてるよね。ね、夜中やってたよね。しかも日本人と結婚して今大阪に住んでます。マジで。なんでそんな情報あんの。なんかあの人は今みたいな番組で出てました。ということは日本でしかブレイクしてなかったのかな。可能性がありますね。ね、恋人がサンタクロース。最近今話題のビリーズブルドッグ外れました。あの風鈴揺れたそうよ。え、うん、始めましたみたいな。皆さん想像してください。クリスマスですか。うん、そう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 。秘宝、今週も D のコメントが全くございませんね。本当に秘宝や。あ、14秒で終わります。では、また出ます。え、はい、いつもおかしいな銀のトロンボーンさんからのリクエスト、はい、浜田翔子さんで、悲しみは雪のようにお聴きいただきました。さあ続いてもう一曲お聴きいただきたいと思います。続いてはですね、総裁からのリクエスト、マキャラの雪で冬が始まるよ、こちらお聴きください。で、大吉さんから、ごめん、くださってくださって書いてあるでしょ、うん、これ、悪に光って見える。え、なんて、これが悪っていう字に見えるわけよ。悪人でサンタクロース、なんであなたこんなこと書いたのかなと思って今。恋人じゃん、どう見て。今日のリクエスト賞は冴えない D のコメントで決まりそうだにゃ。ギノクタラさんからリクエスト採用ありがとうございますって来てます。もうございません、ありがとうございます。そして、あ、ぶんちゃんさん、お茶ありがとうございます。
ですよね。先週ですね、僕は人生送りバントさんの名前を最後にメールを忘れてたんですよ。書いてなかったの。すいません、私の間違いでした。とんでもございません、はい、僕も忘れてたんですから漏れがない、頑張りましょう、はい。D、これで打ち止めもしかして。なさすぎも賞いただける。なさすぎ賞、うん、なさすぎで賞みたいな、うん、それはどうなの、ちょっとそれはちょっとどうなの。やっぱり輸血賞だから、輸血なくてダメだもんですよね。カズさん、ジョン・レノン OK です。あ、OK ですか、はい、ありがとうございます。そうしますとですね、たすきさんはこれかけたでしょ。ああ、そうそうそう、ごめんなさい。これが、3じゃないですか。そうだね、ごめんなさい、うん、関西大断髪救援会様よりお茶いただきました。もし D がリクエスト賞になったら北朝鮮の最新ミサイル火星15号をのし付けて送ります。猫の大吉さんからの恋人がサンタクロースもありました。はい、ありました。はい、すぐ行きます。すぐ行きます。あ、わかりました。シグナスさんもしよければ、あ、出てきました。ジョン・レノンのハッピークリスマスお願いしました。聞いてた。お願いしたんかい。してたの。その前に、D の蛍さんからコメントの際に D の好きそうな曲、美空ひばりさんのクリスマスワークを開けます。はい、はい、ということで、総裁からのリクエスト、牧原のりゆきさんで冬が始まるよお聞きお聞きいただきましたね。はい、はい、ラジオをお聞きの皆さんにはね、ちょっとね、伝わらないかもしれませんけれども、こうやって曲をねお送りしている間に、はい、ツイキャストといってパソコンの方にですね、うん、たくさんメッセージがね入ってくるんですよ、ね、ね、それを見ながらね、ダキは笑いをこらえきれなかったというね、はい、状況になっておりますが、はい、続きまして、猫の大吉さんからのリクエスト、松任谷由実さんで、恋人がサンタクロースをお聞きいただきたいと思います、はい。本当だね、うん、かしいな。あ、コスモスさん、いらっしゃいまし、いらっしゃいませ、ありがとうございます。じゃあいただきました、ありがとうございます。リクエストもついでいただけたら、ついでって言うの、ついでじゃなくてリクエストいただけましたら嬉しい。はい、はい、おんちゃんさん、クリスマスワークスってこんなんでしょうね。まあクリスマスは三拍子、三拍子のクリスマス、三拍子のクリスマスって暗いってことね。じゃあじゃあってことですよね。聞いてみたいな。
クリスマスワルツある？ありました。お面白そう。マジか、聞いてみたい。北島さん、クリスマス祭りないのか？ないかな、ないのか。あただ祭りやっちゃダメってことですね。祭りだっていうのね。これはあの検索でっていうよりもライブラリーにありましたね。クリスマスワルツ。なんでなんだろうね。昭和クリスマスのアルバムが入ってるみたいです。ああ、そういうことですね。そっか。あのこのパソコン内のライブラリーから今見つかりました。サムはあるわけない。挑戦してるね。あの当時はやっぱ金曜日の仕事終わりにマックス付近に乗って早めに月に行きましたね。こいつこいつ誰。あと16分ですけど、そろそろ次のテーマ決めちゃいます。あ、そうですね。で多分その次の曲流す間にあのリクエスト賞を決めた方がよろしいかと。次のテーマはお正月でいいですか？まだ早いと思います。まだ早い。そっか。そうかそうか。ちなみにお正月火曜日だと、9日からの放送になりますね。ああ、だいぶ休みになっちゃうんですね。一応2日希望があれば録音放送も、あのスタッフつけての放送も可能ではあるんですけど、ただや、事前にあの打ち合わせないといけないので。ですよね。で2日3日僕が出れないんですよ。なので山内さんが出ることになるはずなので。録音ね。ちょっと考えましょう。それ、まあ、来週のお題、ありがとうございます。大吉さんが、いいかも、いいかも。25日まではあるんですよね。そうですね。あと2回はあるってことですよね。はい。あ、26日か。26日まで、はいはい。まさかすみやぎさん、あと2回ですね。26日まであります。あ、ブルガリさん、あの住所、氏名、年齢、職業、電話番号、違う、サイズ、あ、違うか。住所と氏名と、お電話番号、よければあの FM 沖縄まで送ってください。ちょっとストリーム、リクエストショー係までよろしくお願いいたします。マイク開きます。あ、 XJAPAN、はい。猫の大吉さんからリクエストいただきました。松任谷由実さんで恋人がサンタクロース、お聞きいただきました。さあ、ですね、来週のテーマ、ちょっと、もう残り14分切りましたんでね、早めですがお伝えしたいと思います。忘年会で盛り上がる曲、うん、これね、今ちょっといただきましたのでやってみたいかなと思います。はい、どないでしょう。いいと思います。バッチリです。はい、ということで、2週ねクリスマスソングということで続けさせていただきましたので、そうですね、来週はクリスマス前にもかかわらず忘年会で盛り上がる曲、こちらの、リクエストをお待ちしております。はい、さあそしてですね、リクエストがですね、ありました。 D からのリクエスト、ジョン・レノンハッピークリスマス、こちらお聞きいただきたいと思います。ありがとうございます。大吉さん、この度のこのままですね、創世記だ。エクスチャバン、エクスチャバン、ダメ、そうなるよ。
はそのワードを見ると血が騒ぎます。ね、血が騒ぐよね。いつもならキャプテンこんばんは。下ネタ親子来たんや。いいなぁ。あるか、毎度毎度お疲れ様。下ネタリクエストショー、多分わしがキャプテンやな。間違いないですけどね。ですけど、ノーマークのところからちょっとですね、大吉さんが上がってきてます。かなりお二人で争ってたところの隙を見つめていきそうな。今日のリクエストショー、はい、今日のリクエストショーはですね、決まっております。6本くらいあるけどマイク話さずさんの私たちどうするのの曲、タイトル何なんでしょうね。タイトルは私たちどうするのじゃないですか。もうそのままタイトルなんですかね。これね、じゃあちょっとないですね。ない。はい、これはマイクアナサーズさんで出てくるのかな。何かこの曲ね、僕も好きなんですよね。ライブラリーにはないのに、もしかしたら CD で借りてこないと難しいかもしれないですね。そうなんですね。文化で盛り上げる曲言うたら、いいなら文化になってもらうけど。えらいこっち。さっき、先週の何でしたっけ。あ、白い声ってやつあるんですね。はい、次それ言っていいですかね。はい、あと1曲ぐらい多分必要になると思います。もう30秒で終わるので。キャスなんか、はい、僕が持ってきたのは D51 とあと Do Day のクリスマス。どっちがいいと思いますか。なかなか聞かない。あ、クリスマスなので一応 Do Day のクリスマスで。はい、はい、お聴きいただいた曲は D からのリクエスト、ジョン・レノンハッピークリスマス、お聴きいただきました。さあ、ですね、大丈夫ですか。うん、大丈夫ですよ。起きてます。サイレンがなんか近づいてさ、はいはい、ここで消えたような気がしたから大丈夫かよな。あ、誰か捕まったのかなって。そう。大変なことですね。うん、まあでもそんなの関係なくいきたいと思います。ですね、これは、ブルガリさんから先週リクエストいただいておりました、桑田佳祐さんの白い恋人たち、こちらをお聞きいただきたいと思います。で、これ終わったら、はい、リクエストショーですね、はい、の発表、もう一回、来週の、テーマで、たる時間的にも、そうですね、僕の曲じゃあ BG でそのまま入れましょう。はい、後ろから薄く流してそのまま上げていけば最後まで続く。いろんな曲をつなげた曲です。マイクハンサンスは書いてもらいました。うん、書いて一応書いてもらいました。マイクハンサンスどっちどっち、リノタさん、ああ、私たちどうするの曲、いろんな曲をつなげた曲です。どうもお疲れ様でございました。ストレートです。秘宝 FM ギガマンの人で D が全裸で捕まってます。確かに秘宝だ、秘宝です。すごいな。
下まで来てたの。大吉さん、忘年会の途中からですか？今日の下ネタじゃん、決定。ちょっと待って、今日俺最後に読まなきゃいけないよね。あ、今で、今のうちに印象消しといてください。声優さんの目指せるコンスクは目指せますか？もう何がないかな。目指せますか？目指せますか？あるんだ、あるんだね。ちゃんと自分の場所がすごいな。何の場合ですか？めっちゃいい感じですよ。目指せモスクワ、ジンギスカンですかね。モスクワあるんですか。はい、一応これ入れておきましょうね。あ、はい、ジンギスカンっていう名前で入ってます。はい、今日それでよろしいと思います。他にはなかなか目指せモスクワって作る人いないでしょ。ねえ、すごいな。忘年会で盛り上がる曲はいろいろ浮かびますからね。ですね、キャンドルさんとか強そうですね。僕もじゃあ準備してきます。でもそこでいくと総裁めっちゃ強そうでしょ。もう、ま、あ、勝てる気がします。でも目的は正解じゃないです。ちょっと待って、業務連はい、じゃあ曲が上がります。お聴きいただいた曲は、桑田佳祐さんで白い恋人たち、ブルガリさんからのリクエストでした。ということで今日ももう残り4分となりました。ですね、来週のお題をまずテーマをもう一度お伝えしたいと思います。来週のテーマは忘年会で盛り上がる曲、はい、こちらをリクエストお待ちしております。さあそれではですね、今日の、リクエストショー、リクエストショー、はい、発表したいと思います。パンパカパーン、パン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 パカパーン、はい、どうぞ。ん、私に振るか。ではでは、最後頑張っていただきました。最後頑張っていただきましたし、いいにゃ、そうリクエストいただいてもできないリクエストっていうのを、ね、振っていただきました。はい、猫の大吉さんに、はい、決定いたにゃ、おめでとうございます。おめでとうございます。大吉さんに総裁が一体何を送るのか、もう僕が一番楽しみですけれどもね。、うん、ということで今日の、リクエスト賞に選ばれました、猫の大吉さんにはですね、はい、住所氏名、年齢、釣りサイズとかいいから、もうただオスかメスかは聞きたいですね。お電話番号ですね、はい、住所と氏名とお電話番号を FM 宜野湾まで、送ってください、はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、
ということで本日もですね、ちょっとストリーム総裁、猫の大吉さん、シュープリームさん、熊本バッテン龍神雅也さん、野の中の銀の蛍さん、 D シグナスさん、ラス吉さん、文ちゃんさん、関西大弾圧救済会さん、はい、コスモスさん、ブルガリさん、まさかつみやきさん、はい、皆さんリクエストメッセージありがとうございました。来週もよろしくお願いします。お願いします。クリスマスですね、はい、僕この前カラオケで出てた時はこのバージョンをイメージしてたんで、あれちょっと違うってなって、すごいトラディショナルな感じだったよね、はい、この間ね、このバージョンをイメージしたんですね。そうですね、これバンドエンド2らしいですね。 2?2 回目みたいな。あ、そしてですね、何気にですね、やっぱり分だけだね、チンギスカンのモスカオいいですよね。小6の時によく聞きましたね。なんかおかしくないか、だから言ったじゃない。あ、そう、前日行われたショットストリーム忘年会の一言です。あ、やつさんよかった、やってない。おー、あ、じゃあ当たってるんですね。おかしくしましょう、うん、あ、チンギスカンがこっち、あ、違う、ちょっと違う、うん、じゃあ違うってことですね。花火、あ、花火見せろって、うん、あ、ちょっと違うかな、ね、もうそれね、ジンギスカンの替え歌のようなもん。じゃあそれがあるんですね。アニメのヒーローズ声優陣たちが歌っています。あ、もう曲が、はい、提供、はい、行きましょう。ちょっとストリーム、この番組はアメク訪問介護センター、大阪京橋スナックラウンジファックルベリー、以上のスポンサーの提供でお送りいたしました。こらえましたね。吹き出すかなと思ったけどね。ファックル介護センター終わって安心してしまったんだよね、今ね。うん。本当今日疲れました。皆さん、だけでお疲れ様でした。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ゆうじまさやさん、ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。今夜も素晴らしい曲を届けていただきありがとうございました。神田さん、キャン君、お疲れ様でした。そして皆さん、風邪をひかないようにということで、はい、ありがとうございます。お疲れにゃということで、大吉さんありがとうございます、おめでとうございます。なんか笑ってますやん。今日もお疲れ様でした、おやすみなさい。この銀の太さんありがとうございます、ありがとうございます。もう少しで間違えたのに。お疲れ様でした。ありがとうございました。危なかったっす。お父さんね、正確にお疲れ様でした。はい、頑張ります。間違えてほしかった。間違ったらあかんやろ。あ、あかんやろ。ね、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。それではまた来週よろしくお願いします。よろしくお願いします。ライブ終了します。はい。